夢を見ている。毎日見る夢、終わりのない夢。覚えてる。大丈夫、覚えてるよ。夢に終わりがなくなった日はいつだっただろう。ずっとずっと昔、それともほんの数分前。その答えさえも夢の中に霞んで、流れているのかさえわからない時間の中で、ただ待つことしかできなくて。雪、また来たわね。雪の季節が。遅い。うん？雪、積もってるよ。そりゃ2時間も待ってるからな。え？うわぁ、びっくり。まだ2時くらいだと思ってたよ。はぁ、2時でも1時間の遅刻だ。これ、あげる。え、いや、あ、ちょっと、遅れたお詫びだよ。それと、再会のお祝い。7年ぶりの再会がコーヒー1本か？そっか、もう7年も経つんだね。ねえ、私の名前覚えてる？そういうお前だって、俺の名前覚えてるか？うん、ゆういち。さてと、そろそろ行こうか。あ、いや、よって。ねえ、私の名前。行くぞ、なゆき。なゆき、まだか？もうちょっとだよ。とか言ってもう30分も歩いてるぞ。ほらここ、昔ゆういちと一緒に猫拾った公園。ああ、猫？
雪合戦もしたよ。覚えてないよ、そんなこと。荷物持とうか。いや、いい。女に荷物持たせるわけにはいかないだろ。大丈夫だよ、鍛えてるもん。え？に本当だよ、こう見えても私陸上部なんだよ。い、陸上？なゆきが？驚きすぎだよ、これでも部長さんなんだよ。他の部員はカメとカタツムリか。みんな普通の人だよ。あれ？あ、ひどいよ。悪い、やっぱ俺持つよ。え、ちょっと。待って、ゆういち、ゆういち。7年ぶりの北の町。子供の頃は俺もいとこのナイキが住むこの町に幾度となく遊びに来ていた。だけどいつからか来ることもなくなり、連絡も取らなくなって、そしていつの間にか月日が流れていた。お母さん、ただいま。お帰りなさい。こんにちは。いらっしゃい、ゆういちさん。寒かったでしょ？上がってください。そんな俺が急にこの町に戻ってきたのは、俺の両親が突然仕事の都合で海外に飛ばされたからだ。たった一人国内に留まった俺は、強制的にいとこのナイキの家に預けられることになったってわけだ。でも海外でしょ、一緒に行こうって思わなかったの？英語もろくに喋れない俺にスワヒリ語を話せと？ゆういちのお父さん、すごいところに転勤になったんだね。何かあったら遠慮なく言ってくださいね。今日からゆういちさんはこの家の家族なんですから。お世話になります。なゆきもあきこさんもいい人だと思う。だけど正直この町に戻りたくはなかった。前に来た7年前のことは不思議なくらい何も覚えていなかったし、その間のブランクを埋めるのは無理な気がしていたから。あ、あれ、どうしてこんなものが。お母さん。いい加減に泣きやめって。じゃあ俺はそろそろ帰るから。待って、また来るから。明日も同じ時間に駅前のベンチで待ってるから。約束。あ、約束だ。わあ、私まだパジャマだよ。お母さん、私の制服どこ？時間ないのに、どうしよう。寒い。どうりで寒いわけだ。ございますだよ。おはよう。ごめんね、起こしちゃった。まだ寝ててよかったのに。いや、居候の分際でいつまでも寝てるわけにもいかないしな。ゆういちはまだ冬休みなんだから寝てても平気だよ。ナイキは出かけるのか？部活あるから。私部長さんだし。そういえばそんなこと言ってたな。それ終わるの何時頃？部活？今日はミーティングだけだから昼過ぎには帰ってこられると思うよ。だったら帰ってきてからでいいから町を案内してくれないか？うん、私でよければ OK だよ。悪いな。いいよ、だってこれからゆういちはずっとこの町で暮らすんだから。ずっとかどうかはわからないけど。え？親父たちがいつ帰ってくるかわからないし、それに俺だっていつまでも居候ってわけにはいかないだろうしな。
そうだね。ところで時間いいのか？100メートルを7秒で走れば間に合う。それは世界記録だ。そうかな。おはようございます、ゆういちさん。おはようございます。ゆういちさん、朝ごはん食べますよね？いただきます。私のは？もう少し早く起きたらね。お腹ペコペコ。でも間に合わないでしょ。気をつけていけよ。うん。あの子ももう少し早く起きてくれると助かるんですけど。なゆきって朝弱いんですか？明日からゆういちさんも大変ですね。え？あ、そうだ、あきこさん。はい。なゆきのじゃないみたい。ああ、そうですか。ゆういちさんのじゃないんですか？さりげなくすごいこと言わないでください。おかしいな。なゆきのじゃないとすると、やっぱり俺が実家から持ってきたのか？入れた覚えのない段ボールに入ってるのってのは変ですよね。ですね。うん。ゆういちさん、お昼ご飯買ってきますけど、何がいいですか？ああ、俺行きますよ。え？いいですよ。どうせ暇だし、そろそろナイキも帰ってくるだろうから、迎えがてら買ってきます。でも…いやあ、買い物中止ってなわけにもいかんよな。ねえ、買い物早く行かないと日が暮れちゃうよ。ゆういち、一緒に行ってくれるって言ったよね。寒いから行かない。嘘つきはダメだよ。針千本飲ますよ。それも嫌だ。だったら行こうよ。大丈夫、きっと寒くないよ。絶対嘘だ。いいから行こうよ。やだよ。そっか、あの時も俺はダダをこねてたっけ。やっぱり寒いぞ。そんなことないよ。今日は晴れてるから暖かいよ。なゆきにまんまと騙された。騙してないよ、全然寒くないもん。これはなゆきが針千本だな。しかもキャンペーン期間中で畳張りだ。そんな大きな針飲めないよ。気合だ、気合で飲むんだ。無理だよ。じゃあ俺も行かない。いいよ。じゃあゆういちだけ今日の晩ご飯は紅生姜。お茶は山盛りの紅生姜に紅生姜をかけて食べるの。飲み物は紅生姜の汁。わかったよ、行けばいいんだろ。早く早く。そんなに急がなくても店は逃げないだろ。逃げないけど閉まっちゃう。そう、俺はナユキと一緒に夕飯の買い物に行き、そしてここで待ってて。先に帰ったら怒るよ。大丈夫だって、約束だよ。どうしたの？なゆきを迎えに来た。え、本当に？嘘に決まってるだろ。昼飯の調達、あきこさんが好きなものを買ってきてくれって。喜んで損したよ。というわけで、あとは任せた。俺は地元の人間じゃないから、何が美味しいかわからないからな。うん、任されるよ。じゃあ、俺はここで待ってる。先に帰っちゃ嫌だよ。ああ、あの時と同じ。そこの人！え？どいてどいてどいて！カノン！カノン！どいて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 ！え？ああ！痛いのはこっちだ。ひどいよ、どいてって言ったのに。人に体当たりしてくるのはひどくないのか？止まろうと思ったんだけど止まれなかったんだよ。雪道で走ったりするからだ。
ほら、立てるか。とりあえず、話は後。え、走って。いや、ちょ、待てって。おい、待てないよ。一体何がどうなってるんだ。追われてるんだよ。誰に。それ以上は僕の口からは言えないよ。関係ない人を巻き込みたくないからね。これはすでに思いっきり巻き込んでるだろう。あ、ごめん、話は後。おい。今度はなんだ。いいから隠れて。はあ。あいつか、お前を追いかけてるのは。そうだよ。俺には気のいい親父にしか見えないが。人は見かけで判断したらダメだよ。うわ、怖かった。しかし、あの親父どうしてエプロンなんかしてたんだ。多分たい焼き屋さんだからだよ。か？どうしてたい焼き屋がお前を追いかけてくるんだ。それにお前がさっきから大事そうに抱えてるその紙袋は何だ。これは大好きなたい焼き屋さんがあって、たくさん注文したところまでは良かったんだけど、お金を払おうと思ったらお金がなくて、それで走って逃げちゃったんだよ。で、それってもしかしてお前が一方的に悪いんじゃないのか。仕方なかったんだよ。どう仕方ないんだ。話せば長くなるんだけど、うん、すごく込み入った複雑な話なんだけど。心配するな、時間はたっぷりある。実はすごくお腹が空いてたんだよ。いや、それだけか。うん、やっぱりお前が悪いんじゃないか。ワンフーニャン。食うな。やっぱりたい焼きは焼きたてが一番だよね。それはちゃんとお金を払ったやつが言うセリフだぞ。クメも食べよう。に、うん、いいか、ちゃんと事情説明して、さっきの親父に謝れ。うぐうぐじゃない。お金がある時にちゃんとまとめて払うよ。本当はそういう問題じゃないんだけどな。僕はアユだよ。月宮アユ。俺は雄一だ。相沢雄一。どうした。なんでもない、なんでもないよ。ゆういちくん、僕もう帰るよ。ああ、それじゃあまた会えるといいね。いいか。いいんだよ。そうだな、会えるといいな。またね。いやー、しまった、なゆき。なゆき、なゆき。おかえりなさい、雄一さん。何かあったの。いや、ちょっと。嘘つき。ダメよ、喧嘩したら。ナユキ、ごめん。いいよ。私も昨日遅刻したから、おあいこだよ。それじゃ、いただきましょうか。お昼には少し遅いですけど。はい。あゆか。まったく偉い一日だったな。ゆういち、お風呂開いたよ。ああ、そうだ。ナイキ悪いんだけど、目覚まし余ってたら貸してくれないか。うん、いいよ。いっぱいあるから。ちょっと待ってて。いっぱい？よいしょ、よいしょ。どれでも好きなものを貸してあげるよ。趣味で集めてるのか？そんなことはないけど。ゆういち、どれがいい？どれがいいって言われても。だったら
じゃあしばらく借りていいか？うん、全然オッケーだよ。サンキュー。ゆういち。ん？どうした？夜はおやすみなさいだよ。あ、おやすみ。おやすみなさい。いい加減泣きやめよ。俺は相沢雄一、君の名前は？あゆ。あゆか？名字は？あゆ。あゆ、あゆ？違う。どうしたんだ？もしかして腹減ってるのか？違うもん。やっぱり。待ってろ、何か買ってきてやるから、そこにいろよ。ほら、たい焼き。たい焼きは焼きたてが一番だからな。おっぱい。それは涙の味だ。でもおいしいだろ。じゃあ俺は帰るから。待って。どうしたんだ？またたい焼き食べたい。そんなに気に入ったのか？だったらまた今度一緒に食うか。それなら明日の同じ時間に駅前のベンチで待ってるから。約束。あ、約束だ。指切り。指切りなんかしなくてもちゃんと来るから。指切り。わかったよ。乳白色の朝の光の中で俺はまどろんでいた。夢なのか、それとも思い出なのか、その答えさえも夢の中へ霞んで。同じ学校に通うことになったいとことその友人たち、俺の中で止まっていた記憶の針が今ゆっくりと動き出す。カノン第2話、陽だまりの街。